皆さんおはようございます。天人峡宮子です。いつも YouTube チャンネルレイル工房テントをご覧いただきましてありがとうございます。今回は国鉄戦後五大事故の一つ、1955年5月11日に起こった新丸事故を取り上げます。宇野港と高松港を結ぶ当時の宇港連絡船同士が衝突し、168人もの犠牲者を出した船舶事故はどうして起こったのでしょうか。昨年5月10日、島根県松江市西川津町の私立川津小学校で、大人5人と多数の児童らがとある記念碑の前で手を合わせました。同日、こちらは海の上です。高松海上保安部や四国運輸局などの海事関係者らおよそ10名も巡視艇上から海に酒や水を注いだ上、白菊を捧げると汽笛の音と同時に黙祷していました。どちらも64年前の新丸事故の慰霊行事です。高松海上保安部は前年の同月11日にも海からの献花を行う同様の慰霊行事を行っています。一昨年は保安部が設立されてちょうど70年目で、海上事故の痛ましさを保安官たちに再認識させるためにこの行事が行われました。70年目と71年目、2年連続で続けて行われたことになります。それほど1955年の5月11日に発生した新運丸事故での犠牲者数は多かったのです。高松海上保安部は1949年に発足しました。同海保管内で2018年までに発生した船舶事故による死亡者数合計は364名。新運丸事故でお亡くなりになった方は168名。2018年などはわずか1名だったといいます。日本国有鉄道の宇港連絡船新運丸は、香川県高松港と岡山県宇野港を結んでいました。新運丸と衝突した第三宇港丸も、同じく宇港連絡船で大型貨車運航船でした。旧国鉄の宇港連絡船は当時、四国本州間の非常に大切な輸送手段でした。1910年に開設された後、瀬戸大橋が開通したことから1988年には廃止となりますが、78年もの間活躍し続けたのです。事故当日の午前6時10分、穏やかな波で風も霧もない中、第三宇港丸は宇野港を問題なく定時出港します。ただ、この時特に問題はなかったものの、濃霧警報の発表が5時30分に高松地方気象台からあり、視界が50メートル以下になってしまう地域もあり得るとされました。その警報情報が第三宇港丸に6時20分頃、宇野桟橋町から無線連絡へ入ると、荒吹三等運転手はマリンレーダーをスタンバイします。しかし、視界は良好、スピードを減速させることはなく、航行は続行されました。6時35分頃、良好だった視界が、400メートルから500メートル程度になってきたため、無中信号という衝突防止の音響信号発信を第三宇港丸は開始します。片や試運丸は乗客781名と乗組員63名で、乗客中349名は修学旅行の小学生と中学生でした。新運丸にも高松地方気象台5時30分発表の情報が第三宇港丸とほぼ同時刻の6時20分頃伝えられ、
高松桟橋汚染係から立岩副長に伝えられ、さらに副長は中村船長に報告を入れます。しかしこの時代に視界が良くない時の運航中指揮順のような明確な定めはありませんでした。そこで船長同士で運航連絡船船長会申し合わせ事項なる決まりが作られています。それには防波堤、赤城灯台が桟橋から確認できないときは、出航を一旦やめて様子を見るとされていました。春の霧発生が特に稀なことではないということと、桟橋から400メートルから500メートル前方の漁船確認ができたことも合わせ、中村船長は高松港出航を決断します。第三宇航丸から遅れること30分の6時40分、こちらも高松港を定時出港しました。出港を果たした2隻の船は、高松港沖からおよそ4キロほど離れたところにある、女木島という島の西方にて行き合うことになっていました。その行き合い予定ポイントが近くなってきた6時45分頃から霧が濃くなり、視界の悪さが顕著になってきたため、鈴木秀夫三等運転士は中村船長から許可を得た後、無中信号を開始します。この辺りまではお互い定められた通りの運航で問題なくことを進めているように思えます。当時の海上衝突予防法でも現行と変わらず、行き合い船の後方は左舷対左舷通行、わかりやすく言えば右側通行が基本でした。ところが第三宇航丸の入港時の接岸の容易さから、宇航航路に限っては左側通行で行き合いが行われることがあったのです。これが両船船長の判断に行き違いを生じさせてしまったのかもしれません。ボタンの掛け違いは6時45分頃から発生していました。右側通行で行き合おうとする第三宇航丸に対して、紫雲丸は左側通行しようとしていたようです。6時56分、少し前に紫雲丸中村船長は、あら、おかしい、とつぶやき、異変に気づきます。しかし、その直後には、濃霧の中見張りをしていた紫雲丸の立岩副長と、鈴木三等運転士と、入星操縦士の目の前に、それまで濃霧で見えなかった紫雲丸の姿が突然飛び込んできました。右舷側45度の方向から紫雲丸が突っ込んでくるという恐ろしい姿です。距離もわずか100メートルほど。立岩副長は中村船長に、舵を右に来ることを叫ぶように申し出ると、中村船長はすかさず、右舷いっぱいの指示を出しましたが、船に急激な方向転換は無理な話です。紫雲丸の右舷機関室補助腹水機あたりに第三宇航丸船首が突き刺さりました。168名の死亡者と57名の負傷者、中村船長にこの数字までは予見できなかったでしょう。衝突後、最上層の甲板で、ことのありさまを確認後、ブリッジに入ったきり中村船長が出てくることはありませんでした。そのまま殉職の道を選んだのです。紫雲丸の沈没までの時間はわずか5分でした。いかがでしたか？不運はいくつも重なって大惨事を引き起こします。今、船舶が安全運航できているのは、こういった事故から教訓を学び取り、再発防止を図っているからに他なりません。動くものに絶対の安全はありませんが、現場の方々の絶え見ない努力によって、今日の安全が守られているのです。